皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜も博多発でございますね。しばらくの間お付き合いください。今昼間なんですよ。これアップはタイマー仕掛けて、夕方にしておりますけども、そうなんですね。この後僕はこれ喋ってアップしてセットすれば、水戸ペーペーに向かって今日の実況を担当します。で、帰ってきて今日今夜一泊して明日の朝、神戸に帰る予定にしております。今回もしばらくちょっとだけお付き合いくださいね。10月に入りました。10月ですよ。もうあと3ヶ月よ。10、11月、12月とね、早いな。ここからまたさらに加速度を増すように、早く時間が過ぎていく、そんな、残り3ヶ月というところまで来ましたね、この2024年も。坂井戸さんですが、今ツーリングで神戸のポートタワーに来ておりますということ。あ、そうなんだ。いいね。10月なのに暑すぎます。暑いのか。ねえ。そういえば最近、オリチューブありませんねという、オリチューブって何かなと思ったら、オリックスの YouTube チャンネルのオリチューブね、神戸さんの学ラン姿を見ることができる貴重な機会がというね、見てどうすんねんという、見たくもありませんが、オリチューブないね。まあ、人気があったら続いてるわね。それから、緑 NJ さん。昨日のお醤油の貸し借りというのがありましたけども、私も一度だけ隣の人にお醤油を貸したことがあります。そうなんや。ワンルームマンションで一度だけ見たことのあった、隣に住んでいる同年代の女性が突然夕方にお醤油を借りに来られました。その日の夜にお返しで小さいタッパーに入った肉じゃがをお醤油と一緒に受け取ったのですが、そのタッパーを返そうにもお留守で、ビニール袋にメモと一緒に入れてドアノブにかけておいたのを思い出しましたということ。そうなんだ。お醤油ね、よっぽど切羽詰まってたのかな。あと醤油だけ入れたらもうこれ出来上がるのにっていう感じになって借りに来たのかな。まあ僕もしそういう状況になったとしても、近所のコンビニかスーパーに行ってお醤油買いに行くね。借りるっていうのはちょっとできないわ。そもそも隣の人知らないもん。そういう状況です。ねえ、その後、そのお隣さんに会ったことはないという緑さん。そうなんやね。ワンルームマンションだし、そんなもんですよね、ということはそうかもしれませんね。まあ、でも本当に、隣の人がどんな人なのかってよくわかんないもんね。そんな時代ですね、今はね。ひで救急さんです。清水姿のおばあちゃん、まだ言うんかい、あんた。清水姿のおばあちゃんは私も幼稚園から低学年くらいの時に見た、記憶がありますということで、私は記憶ないんですけれども、清水姿のおばあちゃん、何度も描かないで、もうその絵を思い出したくないから、やめてください。ということで、ね。今日から10月、今月は大前さんほどではありませんが、東京、鹿児島、山口への出張の予定があります。おお、気をつけて。バラエティに富んでるね。東京、山口、鹿児島。いいね。いいじゃない。江戸に、薩摩に、長州会。ね。仕事ではありますが、鹿児島、山口にはなかなか行かないところなので、少し楽しみな部分もあります。ということ。まあ、いつも山口は通過してますけどね。ただ今、新山口を通過しましたってよく流れてますわ。新幹線でね。あとは移動がスムーズに行うこと、行くこと。スムーズに行くこと願うばかりですということ。まあ、台風とかね、可能性もありますんで、どうかご安全に、ということでありますな。そうなんですね。ありがとうございます。それから、あずきさんはね、今日も朝5時に駅まで歩きながらのカズラジ。早いね。お疲れ様です。肌寒いなと思うようになりました。あ、そうなんや。日中は暑いので寒暖差には気をつけますということ。ね、寒暖差疲労なのかわかりませんが、やたらと疲れる毎日ですということでね、同時に日の出も遅くなりました。5時だとまだ暗いです。一気に季節が進んだなぁと感じる日々ですね。まあ、それで感じるよね。本当、朝まだ、早起きしたらまだ暗いもんね。暗い。お前もメジャーで早起きするじゃない。暗いわ、と思うもんね。で、夕方もね、早く日が沈んでいくし、それでも季節の、移ろいを感じますな、ということでございますね。昨日もね、水穂ペーペードームって、これ、一部開閉式なのね。
で、勝ったら花火が上がって、その煙を逃がすために屋根が開くんだよ。ルーフがオープンするのね。で、その時に、夏場っていうのはそれが開くと、一気に、まあ、館内冷房効いてる、空調効いてるんだけども、外の空気入って蒸し暑くなるんだけど、昨日開いた時はちょっとひんやりとした空気が入ってきた。ああ、秋だなと、その時は思いました。昼間は暑いのよ。この、博多もね。そんな感じでございます。今回もこの後行ってまいりますんで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ世間では今ちょうどね、この時間はそうだよ、内閣の総辞職があってね、でこの後まあ新内閣、石破内閣が発足して、で衆議院の、まあ、解散総選挙がいつなのかというそういう話題が今世間では、まあ、非常に取り沙汰されておりますが、それとは全く関係のないところにあるしょうもない日常の話をするのがカズラジでございますので、ご容赦ください。じゃあまた。